皆さんこんにちは、ヘビ尽くしチャンネルです。今ですね、みんな大好きメキシカンブラックキングスネークのですね、まあ、メキブラですよね、この子のですね、まあ、水替えをちょっとしようかなと思って、ハンドリングっていうんですか、しようと思ってこう持ったんですよ。そしたらこうなりましたなんかすごい巻きついてきていて、かつさっきまではすごいこの手袋に噛みついてたんですよ。でこの、まあ、それは話してくれたんですけど、このね巻きつき方がすごい、もうこれ分かります皆さん、これこれほどけないでしょこれはい、なんかなんでしょうね、ちっちゃいからまだいいんですけど、大きくなってなんかこうねなった時にこの感じでずっと締め付けられるんで、ずっと離しませんみたいな感じでやられるとちょっと嫌だなと思ってて、んでしかもこいつ噛んでくるんですよ、すごいですよね。なんかまあでもこういう、でもこれ見てください、このメキブラのこのお腹といい、この鱗のこの何ていうんですか、こうテカテカといいね、最高でしょこれね。はい、なんでまあまあまあ元気いっぱいということでね、いいんじゃないかなと思いますけど、ただ問題はこいつをどうこれから剥がそうかっていうのをこれから考えたいと思います。はい、ちょっと今日短いですが以上になります。まあもしこの動画が良きといいと思ってくれた方は、高評価とあとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。